岩田隆則と平野紫洋、ラウイスバイテンで2世帯次元のファッション。2024年1月16日、ファッションの最前線で躍進するラウイスバイテンが、待望の2024から25年秋冬メンズコレクションをパリで披露しました。この特別な日に、初めてパリコレに姿を現した俳優の平野紫洋やアンバサダーの岩田隆則、そして韓国のボーイズグループ RIIZE も会場を彩りました。 フレッシュな顔ぶれが揃う中、クリエイティブディレクターであるファレル・ウィリアムスは、今回のコレクションにおいて、ウエスタンという斬新なテーマを打ち出しました。その舞台となったのは、パリ16区に位置するアクリマタシオン庭園内の会場。広がるアメリカ西部の壮大な風景が巨大なスクリーンに映し出され、来場者はまるで西部劇の舞台に足を踏み入れたかのような感覚に包まれました。 コレクションのキーポイントは、アメリカのウエスタンワードローブの要素を取り入れながら、ルイ・ヴィトンのサボアフェール、洗練された味わいを表現、ファレルの遊び心が随所に散りばめられ、それが洗練されたスタイルと見事に融合していました。岩田隆のや RIIZE、そして初めてパリコレに足を運んだ平野紫耀や他のゲストたちは、ラムイで繰り広げられるショーを魅了しました。 アメリカ西部の広がる大地と共に、新たなファッションの旅へと誘われた瞬間でした。会場に流れる雰囲気は一体どれほど魅力的だったのでしょうか。巨大なスクリーンに映し出された荒野に雪が降り注ぐフィナーレでは、まるでメゾン自体が象徴する旅の精神が観客に感じられる瞬間でした。それは単なるファッションショーを超え、アートとしての表現へ昇華していたのです。しかし、この素晴らしいイベントがもたらす影響は、ファッションにとどまりません。 パリコレ初出席の平野信用や他のアンバサダー、そして RIIZE は単なる観客以上の存在としてコミュニティに新たなエネルギーをもたらしています。彼らはファッションの舞台裏で繰り広げられる複雑なプロセスやデザインの背後にあるストーリーを通じてファンとのコミュニケーションを深めファッション業界とファンとの架け橋となっています。また、コレクションにはアメリカンカジュアルな要素が取り入れられている一方で 異なる文化や背景から来たゲストたちが一堂に会することで、多様性と共感の空間が生まれました。これはファッションが単なる衣服の枠を超え、異なる文化を結ぶ力を持っていることを示すものとなりました。さらに、新しいアーティスティックな視点やファッションにおける遊び心がコミュニティ全体に波及し、創造的なエネルギーが広がりました。岩田隆のや RIIZE、そして平野史洋が示すように、 ファッションは単なる衣服だけでなく、アートとしての表現であり、異なる視点を取り入れることで新たな可能性が広がります。このラウスバイス売店のメンズコレクションは単なるファッションショー以上のものであり、コミュニティや文化、個々の表現力との交わりを通じて、新たな社会的な影響を生み出しています。これは単なる洋服の着こなしではなく、個性やアイデンティティを共有し、広める一環となっています。 最後に、これらのエレガントで洗練されたファッションの舞台裏には、クリエイターの独創性や情熱が息づいています。ファレル・ウィリアムスが提示した、ウエスタンのテーマは、単なるトレンドだけでなく、アートとしてのファッションを追求する情熱の現れであり、これが新たな時代の扉を開くきっかけとなるでしょう。ラウィス・バイテンの2024から25年秋。